今日、もう一番初めからこうチベット体操っていうのをやったんですけど、土の中に種ってなって根っこ生やしてパカッて割れてパーンみたいなワークがあったんですよ。めっちゃ良かったんです。チベット体操忘れてしまった吸いながら
チしてあげて、お腹にズドーンともらってください。足首キュッと曲げる。はい、吐いて戻ってきます。はい、リラックス、ラストです。大きく吸って、
足はそのままで、よいしょってつけて、お尻を前、そうそう、この感じです。じゃあ行きましょう。呼吸と一緒に行きます。はい、まず準備で吐きます。はい、そしたら吸いながら、顔を上げて、お尻を上げて、キープ。そうです。1、2、3、吐きながら戻っていきます。お尻を上げてエネルギーを体中パンパンにするようなイメージ、はい、そして戻っていきます。はい、ラスト。はい、吸いながら頭を上げて、はい、戻っていきます。心臓もその中を流れる血液が
口の中目の奥イメージしてください。頭の上に綺麗な光の泉、その綺麗な光の泉が頭の上から体の中を通って体の中をジャブジャブっと洗って足の裏から抜けていきます。手のひら、次は私たちの細胞を喜ばせてくれています。それではもう一つイメージしてみてください。私は地球です。真ん中、丹田、お腹にマグマがあります。吸った呼吸は体の中、地球の中を通ってマグマに届ける。そしてマグマでもっと燃えて地球産の栄養分として地球の外側に吐く息として返してあげます。吸った呼吸は地球の中を通ってマグマでもっと燃えてエネルギーを変換させて人々が喜ぶようなエネルギーにして、ふーっと地球の外側に風を起こしてあげます。私の背中に地球があります。まずは重力を感じて地球さんを感じてみてください。私の背中にある大きな地球を感じてみてください。地球を感じたらちょっと手足を動かして神経を戻していきます。ゆっくりと目を開けて、おかえりなさい。はい、じゃあそこで目覚めの一呼吸をしたいと思います。起きると、はい、吐きます。
ず大きくどんな形でもいいです。自分で伸びをしてみましょう。よいしょ。ありがとうございます。